自然な回り込んできた時に自然な腰のこの高低差、内側と外側ので、肩も出るはずなんだけど少し上が弱いわけよね、上の高低差が。切り替えて重心の移動が小さいから腰が下がっちゃうのね、ハンナちゃんね。リードのやつですね、一番下のやつを使ってますが、吸ったものでした。早い、出てくるのが。腰の向きを見た、これ、これガスくなっちゃうよ、腰の向き。ナイス。手下げちゃダメ、手固定したバランスでいかないの、骨盤の向き。腰が手で切り替えると腰の向きが変わっちゃうからね。一番簡単な可動付け方法だけど。おお、どうしたどうした。